彼女たちに急ぎの用事ができたらしく、私も教会から連れ出されていた。武器は奪われ、首輪はそのままだけど、拘束はされていない。二人からは敵意を感じない。あるのは昨日まで敵同士だったという気まずさだけのような気がした。109近くで派手な戦闘、これクジライ様たちだね。大丈夫かな。少なくとも道郎さんは無事ね。あの人が死んだら私は爆発するから。そうか、ごめんなさいね。うちのクジライ様が応援に行くの？ううん、あっちは4人いるからね。それにこっちのミッションは緊急だから。ミッションって何？場所はスペイン坂、歩きながら話すね。やんのか？あんたたち弱い者いじめ専門だよね。貴様！メアは誰？よっと。渋谷オールの活動のメインは愚者の応援。愚者が復讐を果たす時のサポートなのね。ごめん、愚者って？強い意志でモンスター化を抑えているダムドのこと。復讐に必要な力を得るために意図的にダムドになった人。愚かな行為だけど、その気持ちはよくわかる。そういう人を私たちは愛を込めて愚者と呼んでいるの。そんな人いるんだね。考えてもみなかったな。今日の依頼人は木下幼児というお兄さん。ずっと探していた仇を見つけたから思いを遂げるって連絡があったの。木下さんギリギリだったんだよね。間に合ってよかった。質問いいかな？どうぞ。木下さんの仇ってどんな人？ルブルムの売人。愚者の復讐相手は 80% ぐらいが売人なんだよね。そうなんだ、わかるな。うん、わかる。様のことを知っていたでしょ。あれはどうして？魔力所持者リストに載っていたのを覚えたの。一度でもメアと揉めたらリスト入りは覚悟して。げえ、やだな。顔も？もちろん。メアの撮影班は巡回してるし、盗撮して送ってくる通報者も多い。魔法使いに気づくんだからその人も魔法使いってことだよね。裏切り者め。いろんな人がいますよ。ねえ深町さん、目黒さん、私の武器返してくれない？かなり戦力になれると思うな。ごめん、それはできないかな。拘束は首輪で十分だと思うけど。これね、結構心がくじける。ですよね、ごめんなさい。でもやっぱり武器はダメ、ごめんなさい。サリさん、有名人。悪そうな顔。手配書を剥がして回れば捕まるリスク減るかもね。
そうだね。見つけたら剥がしちゃおうかな。ねえねえ西島さん、メアで何があったの？事件のこと？うん。真相はわからないけど、もともとメアに不満があった幹部にギルドが接触を図った。その結果、幹部はギルドに寝返って、その過程で起こった戦闘に私たちは巻き込まれてしまった。副長官は幹部の不祥事を隠蔽するために関係者全員の抹殺を画策。でも私たちは逃げて生き延びた。そんな感じかな。濡れ衣？そう、それ。メアってもっとちゃんとしてると思ってたな。そうだよね。私もショック。たち弱い者いじめ専門だよね。そこだ！やっ！やっ！やっ！もうちゃん最高！木下さん。深町さん、どうしてメアが一緒なの？うちの新人なの。コスプレが趣味。どうしたの？少し前に砂田から15分遅れるって。でも僕はもう15分も正気が持たない。頑張ろうよ。やっと見つけた家族の仇でしょ。間に合わなかった。深町さん、代わりにやってくれませんか？でもさ、自分でやらないと意味がないというか。意味？愚者になった意味ですか？そんなものはもういいんです。父がルブルムの中毒になって、挙句に他人を傷つけ、懲役の中でなんとか治療して社会に復帰したのに。砂田がまた父にルブルムを渡しました。母と僕はもう父に近づかないよう砂田に頭を下げ、言われるがままに金を渡して。でも父はダムドになってしまい、メアに処分されてからは
その時母も、もう意味なんてないんです。あるのは憎しみだけ。父の死は自業自得だと世間は言います。その通りだと僕も思う。でも砂田のような奴が一人でも消えれば福町さん、もう抑えられません。ご迷惑をおかけします。楽勝楽勝。木下さん、嘘。私も戦う。私の装備を。お願い。皆さん、お大事に。手加減しませんよ。しよう。了解。木下さん、決してあげられなかったな。うん。身寄りはいないって言ってたから問題はないと思うけど。そうだといいね。いいのかな、あんな仕事いつまで続けるの。二人とも気が重いでしょ。傷ついているでしょ。そんなことないけど。私には2歳年上の姉がいたの。自慢しすぎて笑われるくらい姉が大好きだった。でもその姉が選んだ恋人がクズでね。ルブルムに手を出して姉の人生まで壊しちゃった。姉は結局自警団に殺されてしまったの。悪いのは誰？姉？男？自警団？ルブルム？そう、結局そこだよね。ルブルムがある限り悲劇の連鎖は断ち切れない。ルブルムはアナザーにある工場で作られている。その工場を破壊すれば供給を止めることができるはず。メアならそれができると思って隊員になったけど果たせなかった。ねえ、一緒にやらない？やりたい。うん、そうだよね。あ、そうだ、これ
返しておくね。道郎さんにバレたら困るでしょ。ううん、そのまま持っていて。いいの？信じてくれてありがとう。確認したんだけど、フォグに関する新情報はなし、愚者系の仕事もなし、その他急ぎの用事もなし。今夜はみんないろいろあったから解散にしようか。あの道郎さん、みんな相談があるんだけどいいかな。珍しいね、ニカ。なんだろう。この世界からルブルムをなくしたいの。売人を何人懲らしめてもルブルムは売られているし、中毒者は増えるし。悲しみと憎しみも増える。でも製造拠点を破壊すればルブルムを根絶できるはず。それを私たちでやらない？あれ、3人ずいぶん仲良くなったみたいだね。何か問題？モアとニカが懐柔されたのかと思って。私の支配者がメアからあなたに変わっただけ。主人が誰だろうと私は私。ルブルム根絶は私が戦うテーマ。それは変わらないから。なるほどね。キリズミ君はどう思う？面白そうだ。ルブルムが消えたら中毒者が禁断症状で暴れるぞ。それも面白そうだ。おい道郎、今の聞いたか？お前はこんな考えなしの後押しをするのか？キリズミ君は最強の魔法使いを目指す。それが最優先。それに何であれ面白がることができるのは若さの特権だよね。想像力が足りてねえからな。道具師だって同じだったのでは？だから言ってんだろ。うわ、ごめん、ご操作。道郎さんはどう思うの？ルブルム工場の破壊。そうだな、それは本来メアの責務だと思うし、一般的な社会正義を果たすなんて僕たちオールのテーマにはない。それにギルドに目をつけられたら今後の活動が面倒になる。理屈ではそうなんだけど、なぜかやるべきだと思っている。ルブルム工場破壊作戦始動ね。俺の意見も聞けよ。賛成だ。みんなが賛成なら俺も賛成。ルブルム工場はどこなんだ？アナザー。アナザーのどこかにあるはず。まずアナザーを探さないとね。でもどうやって行く？提案。みんなでギルドに志願しよう。とりあえず渋地下が良さそうだ。